私にとってはこう澄んだ青色だと思います。空広いなって思って、すごい海も綺麗だし、素敵なとこだと思いました。先輩に人生変わるよって言われて、確かに変わりそうだなって感じがあります。東京にいる時結構緊張することが多かったんですけど、ここは何だろう、ゆったりとしてられて心地よかったです。すごく初めこっち来た時に結構雲が出てて、ですごく何だろう、人も穏やかなのに、やっぱりちょっとのことでこう劇的な姿を見せてくれるんだなと思って、こう空から光が降ってくるような印象があって、すごく何だろう、刺激的だったので選びました。リラックスしながら描けたというか、こう筆を運ぶのがすごく楽しかったですね。もっと描写しなきゃって、日本画って描写する学科だよねみたいにずっと考えてて、描きまくってたんで、ちょっとそこがどんどんそうじゃなくてもいいんじゃないかなって、堅苦しいところが自分にあったんですけど、すごくおおらかでいていいんだろうなって思えたんで、これからちょっとずつでも変わっていけると思います。私にとってはこう、なんだろう、自分の考えを人に見てもらう、で人に見てもらって、こうなんだろう、人に感動を与えるものだと思っていて、どんどんなんだろう、みんなに忘れられないような絵を描けたらなと思ってます。海と日本。